試合が始まります。手前背番号9番が TT 埼玉のジオです。向こう側が木下マイスター東京丹羽幸輝。渡辺さん、はい、両選手の特徴も含めてゲームのポイントはどんなところでしょう。そうですね、まあ、庭は比較的ですね、まあ、得意じゃないタイプっていうんですかね、はい、いわゆるやっぱ攻撃型にはめっぽう強いですけど、カット型にはそんなに得意っていうこともないんですけれども、はい、ただ今のこのジオニスにしても、まあ、先ほどのホーインちゃんにしてもカット型って攻撃を混ぜてきますよね、はい、やっぱその攻撃してくるところをこうやって狙っていくっていうこういうようなのができる選手ですので、ですからあとはこの変化に対してうまく対応できれば当然丹羽は有利に進めていくと思うんですよね、はい、対するジオニスはもう先ほど言ったようにもカットだけではなく攻撃も鋭いですからカットマンですけど攻撃用のラケット使ってるぐらいです。そうですね、はい、ですからやっぱりこの距離をうまく掴んで丹羽がそうやって苦しみながらも粘るというその粘ったボールをやっぱ一撃で反撃していくような形が取れるとジオニスのパターンになっていくんじゃないかなというふうに思いますね。はい、卓球の要素の中に、まあ、線形があり用具、まあ、つまりラケットとかラバーがありそれからプレーの技術があるんですが、でカットマンというのは割合このボールがあまり弾まなくてこのブレードが大きいラケットを使うことが多いんですけれども、ジオニスは大きい型ですからある程度も弾んでブレードが小さいのを使っているということですね。そういうことなんですよね、カット型の選手にしてはなかなかいない選手ですよね、ですから丹羽としては先ほど松平健太が高栄町に見せたようなプレーをすれば庭に勝機が見えてくるということですね。そうですね、そうですね、前についてただ、はい、松平はかなりも威力もありますから、はい、庭は結構ホームが小さくてこう、うん、しっかりこうやって粘ってきます。こういう形で狙われ始めるわけですよ、はい、ですからあのボールに対して、まあ、庭本領発揮するとあれをもう一回カウンターで返すなんてことも十分ありますし、はい、はい、この辺がどこでお互いがその距離感とか、うん、はい、タイミングを掴んでいくかだと思います。はい、T リーグではもちろん初対戦ですし、やはり第一ゲームはお互いにこう、まあ、情報を得ながらという戦い方になりますかね。そうですね、事前にやっぱ見たりこう聞いたりしたことに加えて今度自分がこうやってみる一球一球でこう掴んでいくんだと思いますね。はい、台から距離を取らされる形になりました。186センチあります。ギリシャからやってきました39歳のジオニス。前後に揺さぶるにはジオニスのトライブ、粘るジオニス、角度をつけました。にはうまくコースを作りました。いやー、すごい構成のブロックですね。そうですね、はい、ああやってこう左回転のドライブ、まあ、いわゆるカーブドライブですね、あれをこうフォア逆にフォア側にこうあんな厳しく返されるということは珍しいんですよね。あ、そうですね、はい、このボールの回転が逆ということですよね。そうですね、ですからこう庭からしているのは左に飛んでいくボールをさらに左側に厳しく、はい、まあ、ジオニスのフォア側に厳しく返せるっていうのは、まあ、庭ならではの技ですよね。はい、庭のドライブ、ミドルを突くネットミスです。ジオニスは1980年の1月7日生まれですから、まあ、来年1月7日になればもう40歳になります。このジオニス、そうするとリーグ最年長ということになるんですね。王永朝が1980年の6月15日生まれですので、ジオニスの方が日本の学年でいうと一つ上です。8-5です。
オーバーミスを誘いました。6-8、2点差です。やっと丹羽初めて連続得点ですね。そうですね、最初の2ラブ以外は連続得点ですね、初めて。はい、ジオネスは大きな声を出しました。テンシックス、ゲームポイントを握りました。ストップから伸ばしました。ジオネスのものすごいストレートへのボールが決まりました。第1ゲームは11-6、 TT 埼玉の金木オティス・ジオネスが